ハダーズフィールド・ジャイアンツは、ラグビーリーグ発祥の地はエスト・ヨークシャー、ハダーズフィールドを、本拠地とするイングランドのプロラグビーリーグクラブである。スーパーリーグに参加している。ホームスタジアムは、ガルファーム・スタジアムで、ハダーズフィールド・タウン FC と共用している。ハダーズフィールドは1895年の北部、ラグビーフットボール連合の結成時の22の、創立ラグビークラブの一つでもある。 したがって、本クラブは、世界初のラグビーリーグチームの一つである。これまでに、チャンピオンシップで7回、チャレンジカップで6回優勝しているが、1962年、依頼主要なタイトルから遠ざかっている。しかし2013年には、レギュラーシーズンを81年ぶりに、首位で終え、リーグリーダーズシールドを手にした。特に古参サポーターの中では、ファータウンと呼ばれることがある。 これは、1878年から1992年まで、ホームにしていた、ファータウンにあるグラウンドにちなむ。クラブは1984年から1988年まで、ハダーズフィールド・バラクーダズ。2000年シーズンは、ハダーズフィールド・シェフィールド・ジャイアンツと呼ばれた。チームのユニフォームは、特徴的なクラレット色のシャツに薄い金色の横縞、クラレット色の短パンに、 金色の横島のソックスである。ボリントン、リーズ、ブラットフォード、ハリファックス、ウェイクフィールドトリニティとライバル関係にある。ありがとうございます。